自由民主党の木川田仁でございます。茂木外務大臣におかれましては、このゴールデンウィーク中にロンドンで行われました G7 外務開発大臣会合や V4 プラス日本外相会議、そして V4 を含む欧州各国歴訪と精力的に外交日程をこなされました。大変お疲れ様でございました。世界ではまだ新型コロナウイルス感染症で苦しんでいる最中でございますが、感染症対策をした上でリモートではなく大臣が各国を直接訪問してくださる姿には大変勇気づけられております。ありがとうございます。そこで茂木大臣にお尋ねいたします。今回の外遊の成果について G7 外務開発大臣会合の結果を中心にお聞かせいただきたくお願いいたします。茂木外務大臣、今年はG7 が英国が議長国ということになります。そして G20 はイタリアが議長国。今喫緊の課題であります気候変動、COP26、これもまたヨーロッパで、まさに今年ですね、外交の舞台、こういったものがですね、ヨーロッパが中心になってくると。そのヨーロッパがですね、インド太平洋地域への関心というのをですね、昨年来非常に高めている。そういう状況の中での今回の欧州訪問でありましたが、本年後半の EU 議長国になりますスロベニア、バルカン半島、ボスニア・ヘルツェゴビナ、そして G7 での外相会合で英国、さらにはですね、東ヨーロッパ、V4 議長国のポーランドを訪問いたしました。各国での会談であったりとか、G7 大体2時間ぐらいやりますと30分とか1時間休みを取る、これマージンというわけでありますけど、その空き時間マージンでの会談を含めまして、合計20の倍会談を行いまして、さらには G7 の外務開発大臣会合、日米韓、そして V4 プラス日本、マルチの会合にも出席をいたしました。今回のですね、歴訪の大きな目的は冒頭申し上げましたが、自由で開かれたインド太平洋についてですね、欧州諸国の認識を確固たるくすることが一つの目的でありました。EU は4月にですね、インド太平洋における協力のための EU 戦略、これを発表して議論を進めている段階にあります。ちなみにこの欧州での議論、今年は1月に私が日本の外務大臣として初めて、EU のですね、外務理事会、これにですね、出席をして本格的な議論が始まり、4月にこういった戦略が発表され、おそらく9月にはですね、さらに詳細版、これが発表されることになると思っておりますが、このようなタイミングにおいてですね、厳しさを増しておりますインド太平洋の情勢について各国の外相等とですね、対面で議論を行って自由で開かれたインド太平洋に向けて協力していくこと、一致できたことは極めてタイムリーであったと考えております。また G7 の外相会談、ここは久しぶりにみんな会ったなという感じでありましてですね、 G7 の外相が対面でじっくり議論する2年ぶりの機会と、こういうことになったわけでありますが、丸2日以上にわたってですね、忌憚なく率直な議論を行い、改めて G7 が結束をして国際社会をリードしていくと、こういう決意を確認できました。私自身G7 が戻ってきたと、G7 is back と、こういうですね、思いを新たにしたところであります。会議の中では中国、北朝鮮、ミャンマーなどの地域情勢、さらにはコロナ、気候変動などの国際社会の重要課題について日本としてかなり議論リードできたと思いますし、存在感も示すことができたと思っております。コミュニケご覧いただいたと思うんですが、中国、北朝鮮に関するものも含めてですね、力強いメッセージを発することができて、 G7 としての結束しっかりアピールできたのではないかなと思っております。国際派の木川田先生にもですね、どうにか合格点をいただけるような内容になっているんじゃないかなと思います。ありがとうございます。この自由で開かれたインド太平洋というテーマを持ってですね、
欧州各国とお話しされたということで、とても大臣から力強くいい結果が得られたという言葉を得られてですね、非常に、嬉しく思っております。そして報道でもございましたが、中国に対しても新疆ウイグルやチベットでの人権問題、香港の民主主義の危機にも言及がありまして、これに向け等でですね、かなり踏み込んだ文章であったというふうに評価をされています。私もその通りだと思っております。しかしその一方でですね、コミュニケの文章を詳しく読んでまいりますと、中国の海洋進出に関する問題については、中国というまとまりの項ではなく、南シナ海、東シナ海という項を別立てにして、東シナ海と南シナ海の状況に対する懸念や台湾海峡の平和と安定について振られております。別の言葉にすると、直接的には中国を名指しして批判はしてないということで、そこは一定の配慮を感じ取っております。ロシアに対する警戒感に比べると、欧州諸国の中国への警戒感は上がっているとはいえ、まだ薄いのではないかと私はそれでも疑っております。そこで会合に直接臨まれた茂木大臣の中国に対する欧州の警戒度についての評価を再度お聞かせいただきたいと思います。今回のですね、G7 の外相会合、いろんなテーマについてですね、議論したわけでありますけれど、じゃあどこに一番時間を使い、いろんな議論したかっていうと、3つの C ですね。1つはチャイナ、そして2つ目が COVID、そして3つ目がクライマットチェンジ、こういう形でありまして、中国については、G7 各国すべて発言をするという形で、90分にわたって議論したと。中国、地域情勢、中国のところで、違うところでも中国に関連した発言も出るという形で、関心が高かったのは間違いないと思っております。私からは東シナ海、南シナ海情勢、そして中国海警法をめぐる動きについて問題提起をし、中国による一方的な現状変更の試みの継続強化について深刻に懸念をしている旨述べました。各国の外相からもさまざまな懸念が指摘をされるなど、かなり突っ込んだ議論ができたと思っております。こうした議論を踏まえて採択された共同コミュニケート、これ構成上ですね、例えばインド太平洋とか地域の部分と国の部分を分けてますんで、そういった構成にはどうしてもなるわけでありますけれど、このコミュニケについては新疆チベット、香港への言及、東シナ海、南シナ海情勢への深刻な懸念を含めてですね、力強いメッセージをですね、発出できたと、そのように考えておりまして、ページも1ページめくったぐらいのところに書いてありますから、脈絡としてはそういうことなんだろうなと、誰が読んでもそういうふうに読めるんじゃないかなと思うところであります。また G7 各国とのですね、2国間会談においても、中国に関する各国の認識、これは基本的に一致をしておりまして、私の発言に対しても賛同が得られたと、このように考えております。英国の前後で訪問した、東欧におきましてもですね、中国への対応については非常に関心が高く、一体これからどういうふうに対応していったら適切なんだろうかと、こういう質問も率直にたくさん受けたところであります。そのためにですね、ワーキングランチ全然飯が食えなかったりとかですね、ずっと喋っていて、こういうこともあったわけでありますが、私から先ほども述べたようなですね、現状認識、深刻な懸念に言及したところですね、各国とも、ワーキングランチですけど、食事を取りながらですね、フォークをペンに変えてですね、メモを取ると、こういう感じで非常にですね、真摯に耳を傾けてくれたと考えております。中東諸国においてもですね、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序を維持強化していくことが極めて重要であるとの認識で一致をいたしました。また一帯一路とヨーロッパの一部でも進められているわけでありますが、これを含めてですね、経済安全保障を含むさまざまな国際的な課題に対応していく中でも、基本的価値を共有する国々の結束がですね、重要であること、各国との間で確認をすることができたと。やはり、過剰債務の問題であったりとか、透明性の問題、開放性の問題と、インフラの整備においては
こういったことも重要であると、こういった認識でも一致をすることができたと考えております。このようにですね、欧州諸国の中国についての認識は我が国がからの働きかけも賭けを踏まえたもとになっているとは考えておりまして、もちろん例えばインド太平洋にですね、自由で開かれたインド太平洋に対する協力といったときに、すでに進めているフランス、英国、ドイツとですね、これからという国では若干それは温度差というかありますし、中国に対するさまざまな懸念であったりとかですね、関心というのも、どれだけ中国との経済関係がすでにできているか、できていないか、それによっても違いはあると思うんですけど、基本的にこういう考え方で対応することが重要ではないかな、またこういう点に対する留意が必要ではないかなと、こういうことについては、おおむねですね、欧州諸国と一致することができたと、こんなふうに考えております。ありがとうございます。かなりの時間を割いて中国問題について話していただいたということでございます。ただともするとですね、欧州各国は中国の警戒感がこちらが油断すると薄れてしまいますので、引き続きですね、継続的かつ積極的に働きかけをしていただきますようよろしくお願いを申し上げます。台湾に対しての言及もコミュニケの中にされているということでございまして、台湾の WHO の年次総会や世界保健総会への参加の支持を表明したこと、台湾海峡の平和に関する懸念を明示したことは誠に異例であり大きな進展であったと思っております。それを受けまして、早速米国は動いておりまして、5月7日にブリンケン国務長官は WHO のテドロフ事務局長に対して WHO 総会に台湾をオブザーバー参加の形で招待するよう求めたという報道もございました。日本も先般の日米首脳会談共同声明での中で台湾に初めて言及したわけでございますから、米国とともに具体的な行動を起こすべきであると思っております。例えば日本も米国に続いて WHO の総会に台湾の参加を働きかけるとか、そのような準備とございますでしょうか。外務省岡田大臣官房審議官。我が国は国際保健課題のへの対応にあたりましては地理的空白を生じさせるべきではないと WHO で一貫して主張してきております。今回のような全世界に甚大な影響を与える感染症につきましては、台湾のようにコロナ対策で実効的な措置を取り、成果を上げた地域を含め、世界各国地域の情報や知見が広く共有されることが重要であると考えてございます。先般の G7 外相会合におきましても、台湾の WHO 総会へのオブザーバー参加につきまして、G7 各国の共通の認識が得られまして、これが共同ステートメントにも盛り込まれてございます。引き続き関係国と連携しまして WHO に働きかけつつ、我が国の立場を WHO でも明確に主張してまいります。これ台湾につきましてはですね、3月の16日の日米2プラス2でですね、まず台湾海峡の平和と安全が重要である、このことをですね明記をしました。そしてちょうど1ヶ月後のですね、4月16日の日米首脳会談におきまして、平和と安定 の大切さに加えてですね、当事者間の話し合いによって解決されるべきと、こういう文言が入りまして、今度の5月の5日のですね、共同ステートメントの中では、それに加えて、台湾と保健分野において大きな何ていうか成果を上げている、その知見というのは生かされるべきであって WHO の総会にオブザーバーとして参加すべきであるということを G7 のですね外相ステートメントの中に盛り込めた。一つ一つですね、こういった台湾問題の重要性についてですね、日米間でまたG7 の間でさらには他の国も含めて意識というのは高まってきていると思うので、こういったものを踏まえながら、それぞれの国がですね、今後働きかけを行っていくという問題だと思っています。ありがとうございます。 WHO に限らず、国際社会が台湾への関心を持つよう努力しなければならないわけでございます。台湾を国際社会の枠組みに入れていく必要があるということで、日本も引き続きですね、具体的に進めていっていただきたいと思います。先ほど茂木外務大臣が3つの C について
G7 外務開発大臣会合において話し合われたということで、ございますが、その一つの C であります気候変動について少しお伺いをいたしたいと思います。コミュニケの骨子を拝見する限りでは資金動員目標を確認する程度で大きな議論にならなかったようにも見えますが、私はですね、気候変動に関するあらゆる会合の場で最大の排出国の中国のことを大いに議論していただきたいと思っております。先進国は気候変動のテーマにおいても中国に対する問題意識が薄いのではないかというふうに感じております。先般の米国主催の気候サミットでは、中国は2030年までの数値目標は示さず、カーボンニュートラルの努力目標も G7 等で目標としている2050年と比べると10年も遅い2060年までとしています。これでは中国とあらゆる産業分野において正当な競争はできません。日本は2013年基準でマイナス 46% という野心的な数字を掲げました。そして日本がカーボンニュートラルに向けてリーダーシップを取るということであるならば、中国に対してより厳しい CO2 削減目標を迫るべきだと考えておりますが、そのあたりいかがでしょうか。外務省岡田大臣官房審議官。5月3日から5日にかけて行われました G7 の外務開発大臣会合では、中国に対しまして高度な技術力を有した主要な経済国としてルールに基づく国際システムへの建設的参加を促しますとともに、気候変動を含みますグローバルな課題に対応するための行動を取ることが中国を含む我々すべての利益となるとの認識で一致したところでございます。まさに気候変動問題は国際社会全体が取り組むべき重要な課題でございます。世界最大の温室効果ガス排出国である中国はより積極的な取り組みを行う必要があるとの点はご指摘の通りでございまして、各国が連携しながら中国にさらなる取り組みを求めていくことが重要と考えてございます。我が国としましては脱炭素社会の実現に向けたさらなる取り組みを含めまして関係国と連携しつつ、中国が自らの責任をしっかりと果たしていきますよう働きかけてまいりたいと思います。ありがとうございます。世界第2位の経済大国となりました中国に対して、いつまでも途上国の顔をさせておいてよいわけはございません。経済の大きさにふさわしい国際社会における責務を果たしてもらわなければなりません。そのことを中国に身をもって示すために、この野心的なマイナス 46% を掲げたのだと思っております。COP26 においても日本の力強いリーダーシップを期待しております。ありがとうございました。